こんにちは、粟田洋介です。今日は脳トレとして絵を描く方法についてお話ししたいと思います。前回のビデオでは絵を描く脳トレということで、絵を描いている映像がメインになってちょっと説明不足だったと思いましたので、今日も1枚絵を描いて、まあ描く必要なかったんですけど、ちょっとお話ししたいと思います。私はペンを使って絵を描くと頭の回転が速くなるっていうか、頭の柔軟性とかアイデアが出てくるスピードとか、絵を描くことにとってすごくいいトレーニングになるので、たまに線画とかインク画とかを描くのが好きです。ただ私の頭は回転がそんなに速くないです。私が絵を描くためにアイデアを出すスピードとか頭の柔軟性というものを鍛えるのに役に立つということです。まあ頭のトレーニングをするために描いてるわけじゃないんですけど、線画とかそういう技法で描くときは結構そういうトレーニングにも役に立ちます。今日お話しするのに、なぜそれが頭のトレーニングになるのかちょっと考えてみました。そうすると多分私の作風に関係してるんじゃないかと思いました。ちょっと私の作風の特徴というのを考えてみたんですけど、まずはね、うまく描こうとか下手に描こうとかそういうこと一切考えない、気にしないってことですね。で、二つ目が、こういうことをしてはいけないとか、こういうふうにしなければならないっていうルールがないということですね。これが正しいやり方とか、間違えてるやり方とか、そういうふうに考えないってことですね。それから失敗することも考えません。なんか、やったことがない、こういうアイデアは今までなかったなとか、こういう発想とか、したらなんか、そんな躊躇しないで、失敗することも考えないし、まあ無心で描いてるって感じですね。例えばインクとかだったら、失敗したところでインクがボトアップ垂れちゃったら、そこを黒い模様にしちゃうとか、黒く塗るとか、そんな感じでやってしまいます。あとは人の評価は気にしないようにしています。骨は人からどう思われるんだろうとか、こんな発想はちょっと恥ずかしいかなとか、そういうことも気にしないようにしています。あとはね、リラックスして絵を描いています。ただ単に面白いと思ったことは、ただ描いてみてって感じ。リラックスしてないと面白いことを思い浮かばないと思うんですよね。ちょっとわかんないですけど。あとたまに思うのが、いつものパターンになっちゃう、同じようなパターンで描き始めちゃうと、また同じようなの描き始めてるなとか思うんですけど、同じような模様から始めても、どうせ違うものになるんで、まあいっかって感じで描いたりもしています。そんな感じで描いていくと頭があんまり硬くならないと思うので、頭のトレーニングにはなるんじゃないかなと思います。で、私はトレーニングとして絵を描いてるわけじゃないので、最終的には面白い作品、いい作品になるように、それが目的で絵を描いています。なんですけど、それも結構リラックスして描いちゃってますかね。なので結果的に私が一番描きやすい描き方、面白いと思うやり方でリラックスして絵を描いているといった感じです。なのでこれは私に合ったやり方ということで、他の人はどうかわからないんですけど、まあ頭をリラックスさせるっていうことは多分大事だと思います。普段の生活では私たちのほとんどが自分をコントロールしながら生きてるんじゃないでしょうか。日常では私は人に合わせたり、ルールに従って失敗をしないようにしながら、なんか思いついてもちょっと考え直したりして、そんな感じで日々生活をしています。それは決して悪いことではありません。なぜなら失敗すれば取り返しのつかないことも多々あるからです。でも絵を描くのを失敗したからって大したことじゃないと思ってるんですね。多分私の作品は全部失敗作品かもしれないです。まあその失敗っていうのも何が基準かわからないんですけど、まあ私にとっては全部の作品は全部大成功で、というかまあそんなんどうでもいいですよね。そんな感じで絵を描くと脳のトレーニングになるんじゃないかと思います。ということは、私が絵を描くときはほとんどが脳のトレーニングになっているのかもしれませんね。で、今話していることは、いつも無意識に絵を描いているっていう作業とか頭の使い方をちょっと理屈に直してちょっとお話ししているんですけど、その話すことを考えるの結構時間がかかります。こんな感じ、理屈で私がいつも考えてたら、私の場合はちょっと頭が硬くなっちゃう気がします。ロジカルに考えるというのは大事なことですけど、思いついた時に形にしていく、私にとって絵を描くっていうのはそういうことなんですけど、それをやってると頭の回転が速くなってきます。私の場合はですけどね、私は頭の回転遅いんですけど、
頭の回転がすごい速い人、理屈がポンポン出てくる人、全ての人に当てはまるかどうかわからないんですけど、まあ、絵を描いてる人で私と違うタイプの人も、絵を描かない人も、そんな感じで、なんかリラックスしてあんま考えなくて、思いついたことを描いていく。絵だけじゃなく言葉でもいいかもしれないですけど、そうするとね、頭のリフレッシュになっていいんじゃないかなと思います。というわけで、今日は脳のトレーニングとして絵を描く方法についてお話ししました。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。